どうもブーです、ブーのラビットは、強制空冷エンジンでございまして、案外渋滞とか暑さに強いのであります。でですね、今日はその内部をちょっとお見せしようかなって思います。この中にあるフィンからですね、空気を吸いまして、こうエンジンを通って、ここから空気が出るようになっております。ではエンジンをかけて回してみます。というわけでエンジンをかけてみたのですが、ちょっと途中でわかるかなと思って、ちょっとティッシュをかざしてエンジンふかしたりしてみたんですけど、ちょっとわかりづらかったですね。でもちゃんとここからね、空気を取り込んで、中を冷やして空気が排出されているという構造でございました。なので、渋滞や暑い時期でも元気に走ってくれるわけであります。というわけで、今日はラビットの強制空冷の様子をお届けいたしました。毎日暑いですが、皆さん熱中症などお気をつけてお過ごしください。それではごきげんよう。またね。ちょっと走ってこよう。